ベロウッド、ベロウッド、アセスボロウッド、CV、CVL-24 は、アメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦の3番艦。当初は、巡洋艦ニューヘブン、アセスニューヘブン、CL-76 として建造が行われ、1942年2月16日に、艦種変更及び解明が行われた。名は、第一次世界大戦で、 海兵隊が激戦を繰り広げた、フランスの地名ベローウッドにちなむ。ベローウッドは、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で1942年12月6日に、夫人、海兵隊司令官の妻によって、命名、浸水し、1943年3月31日に、エイムプライド艦長の指揮下収益た。短期間の成長公開の後、ベローウッドは、 太平洋艦隊に配属され1943年7月26日に、真珠湾に到着した。ベローウッドはウイジンで、ベーカー島、9月1日攻撃に参加した後、タラは9月18日、ウェイク島、10月5日、ムファへの攻撃に参加、その後第50任務部隊、チャールズ・エー・パウナル少将に割り、ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦、 1943年11月19日から12月4日に参加した。ベローウッドは1944年に入って、第58任務部隊、マーク・ミッチャー少将に所属し、クエゼリン干渉、マジュロ、マーシャル諸島攻撃、1944年1月29日から2月3日、トラック島攻撃、2月16日、17日、 サイパンテニアントーロタトーグアム攻撃2月21日22日パラオヤップウルシー干渉ボレアイ干渉攻撃3月30日から4月1日ホーランリアニューギニア上陸支援のためのサワルワクデ島攻撃4月22日から24日トラック島からサタワン干渉ポナペ攻撃4月29日から5月1日サイパン攻撃6月11日から24日 1> 第1次小笠原諸島攻撃、6月15日、16日、マリアナ沖海戦、6月19日、20日、第2次小笠原諸島攻撃、6月24日に参加した。マリアナ沖海戦で、ベローウッドの関西域は空母費用を撃沈している。新樹湾でのオーバーホール、1944年6月29日から7月31日の後、 ベローウッドは、再び第58任務部隊に加わり、グアム攻略の最終局面に、8月2日から10日、参加する。続いて、第38任務部隊、マーク・ミッチャー中将に加わり、ペリリュー島攻略支援の南パラを攻撃、9月6日から10月14日、フィリピン諸島攻撃、9月9日から24日、モロタイ島、上陸、9月15日、沖縄空襲。 10月10日、北ルソン及び台湾攻撃、10月11日から14日、ルソン攻撃、10月15日、17日から19日を経て、沿岸の岬沖海戦、10月24日から26日には、ラルフ海デビソン少将の、第38.4任務軍の一貫として参加した。10月30日、第38.4任務軍は、レーテワン東方をパトロールし、 レーテ島の戦いを緊急的に洋上から支援しているところだった。一方、この日の13時30分、神風特別攻撃隊ハザクラ隊の6機がセブを出撃し、スルアント沖にいた第38.4任務軍に迫っていた。1時間ばかりの後、ハザクラ隊は第38.4任務軍を発見。太陽を背に次々と突入してきた。 1>, 1機目と2機目を撃墜するが、続く3機が空母フランクリン、フランクリン CV-13 に突入。1機が命中し2機が資金に落下して、フランクリンは大火災を発生させて大破した。6機目もフランクリンに突入するかに見えたが、進路を変えベロウッドに突進してきた。この特攻機は飛行艦板後部に撃突したが、この時のベロウッドの飛行艦板上は、 運悪く発進準備中の飛行機で埋め尽くされていた。突入時の爆発と撒き散らされたガソリンによって火災を引き起こし、飛行機に装備するため用意してあった爆弾も次々と爆発した。ベローウッドの乗組員は92名が死亡、または行方不明となったが、決死の消火活動と爆発物投棄を行った結果、最悪の状態から脱出することができた。また、 ベローウッドの関西機のうち12機が消失して14機が使い物にならなくなった。ベローウッドはフランクリンと共にウルシー艦渉に交代し、ウルシーでの応急修理、11月2日から11日の後、カリフォルニア州ハンターズポイントに向けて出港する。ハンターズポイントには11月29日に到着し、修理及びオーバーホールを行った。 ベローウッドとフランクリンに対する神風攻撃は、前日10月29日における空母イントレピット、アセスイントレペット、CV-11 に対する、初桜隊の攻撃と合わせ、高速機動部隊に対する初めての神風攻撃となった。また、ベローウッドとフランクリンの戦線離脱で、第38.4任務軍の航空戦力は、半減し、第3艦隊司令長官、 ウィリアム・ハルゼー大将は、神風対策金、ね、第38任務部隊の編成を、これまで4個任務村だったのを臨時に3個任務軍に編成し直し、11月11日に予定されていた東京空襲を中止した。修理を終えたベローウッドは1945年1月20日にサンフランシスコ湾を出港し、2月7日にウルシー白地で第58任務部隊に合流する。 2月15日から3月4日まで、ベローウッドは、日本本土及び、南西諸島攻撃に参加、伊洋島上陸支援も行っている。さらに、第5艦隊、レイモンド・スプルーアンス大将の日本本土攻撃、3月17日から5月26日、第3艦隊による攻撃、5月27日から6月11日にも参加している。第31航空団を、 レーテ島で上艦6月13日から7月1日させた後、再び第3艦隊に加わり、第38.1任務軍トーマス・スプレーグ少将に属して、最終の日本本土攻撃7月10日から8月15日を行っている。この日本本土攻撃でベローウッドの関西機は旭川や熊谷などの飛行場攻撃を受け負ったほか一部の 戦闘機は7月14日の釜石艦砲射撃の直演を行った。太平洋戦争で最後に撃墜された日本海軍機は艦上爆撃機彗星であり、これはベローウッドに配備された VF-31 所属の F6 階に読ものである。1945年9月2日の日本の降伏調印式において本艦は艦載機を 東京湾上空で飛行させた。その後10月13日まで日本海域に泊まり、10月28日に真珠湾に到着する。3日後、1248名の福音兵を乗せ、サンディエゴへ向かう。ベローウッドはそのままマジックカーペット作戦に従事し、1946年1月31日までグアムとサイパンからサンディエゴに福音兵を帰還さた。 1947年にベローウッドはサンフランシスコの様々なドックでモスボール処理され、1947年1月13日にアラメダ市のアラメダ海軍飛行場で予備役として経由された。その後1953年9月5日に相互防衛援助計画の元のフランスに移管されるまで同所に保管された。ベローウッドは 第二次世界大戦での選考により、主君部大将及び12の従軍政賞を受賞した。1953年9月5日、ベローウッドは、相互防衛援助計画の下で、フランス海軍に移管。ベローウッドの言語であるボアベロー、ボアボロ、R97 の艦名が付けられた。1954年4月、ボアベローは、空母アローマンシュ、アーアマンシュ、 R95 と共に、トゥーロンのフランス海軍基地を出撃し、第一次インドシナ戦争の戦場に向かった。5月20日に、ハロン湾に到着したが、ディエンビエン風の戦いは、すでに終わっていた。ジュネーブ協定が7月21日に締結されると、ボアベローは、フランス本国に引き上げていった。その後、スエズドーラン、アルジェリア戦争にも参加。 1960年まで現役任務にあった。その後アメリカに返却され、1960年10月1日に除籍、スクラップとして売却された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。